3、2、1、どうぞ。先月54年ぶりに開業した日本酒の酒蔵、函館五稜の蔵。新たな酒蔵誕生に期待が高まっています。泣きたいぐらい嬉しいです。なんとかこの蔵を函館の観光のスポットにまで押し上げて、あとはもう高専と一緒に協力しながら新製品の開発だとか、関係者が期待を寄せる学校との連携。半世紀ぶりの酒蔵には酒造りを通して伝えたい若者たちへの思いがありました。費用的にはどのぐらいかかりましたか？180万円ぐらい。5番のショップですね、そこが非常に伸びまして、売上がですね、昨年より落ちるかなといったところを、一昨年はですね、まあ、130% もまで伸ばしたと。商品の売れ行きや出荷状況などが報告される取締役会。ピリピリムード漂う会議を見ているのは小樽商科大学の学生たちです。仕掛けたのは日本酒の酒蔵、上川大雪酒造。去年、帯広畜産大学内にも蔵を創設するなど、酒造りを通じ実践的な教育に携わってきました。小樽商大では上川大雪酒造ゼミを開催しています。自身も大学の OB である塚原社長にはある思いが。何か本当にその大学の個性や良さが分かってもらう方法は何かないのかと考えたときに、まあ、実際こういうことを通じて、まあ、実学を教えてくれるんだと。会計や簿記や例えば会社法みたいなものを勉強するだけじゃなくて、実際にこうビジネスってどういうものなのかを知ってもらう。きっかけになったことはやはり今回の三大学の系統合ですよね。来年4月、小樽商科大学を含む北海道の三大学が経営統合します。背景にあるのは少子化です。3つの大学がタッグを組むことで経費削減だけではなく、食品工学やマーケティングなどそれぞれが強みとする分野で連携を深め、人材育成や地域の活性化を図ります。北海道ではいろんな形での人材が不足していて、その人材というものをどうやって、作り出していくか、この実学志向の、考え方というのは非常に重要になってくると思っています。3、2、1、どうぞ。先月、函館に54年ぶりに開業した日本酒の酒蔵、函館五稜の蔵。学校の跡地を使用し、地元の水と酒米で初年度は60キロリットルの醸造を目指します。酒造りを手掛けるのは上川大雪酒造、道内3カ所目の蔵となります。この蔵にも教育に関わるある仕掛けが。なんと蔵の中に学校の研究室を設けてしまったのです。何回か日本酒醸造してるんですけど、ここまで上がったのは結構初めてだったんで、そういう意味でも結構成功したんじゃないかなっていうのを思います。実験室で酵母や発酵の研究をする生徒たち、専門的な知識を5年間学ぶ函館工業高等専門学校の生徒です。指導する小林先生はいつか地元に酒蔵をという思いを抱きながら、酵母の研究を14年も前から進めてきました。酒蔵がない時に私たちにできることといえば、その酵母を見つけることだろうと。白くもやもやしているのが酵母ですね。とアルコールにしたりする性質があるので、甘いところにいるんですよ。なので菜の花の、蜜があるところとか、函館の花であるツツジ狙ってみたり、いろんなことをやってました。10年前、菜の花の酵母から酒造りに使用できることを発見した小林先生。この研究成果を五稜の蔵の酒造りに生かすつもりです。ストーリーをこう醸せるようなもの、さっきも言いましたけども、例えば五稜の蔵の敷地の松とか、その界隈の桜とか、函館市のいろんな花とか、酵母まで地元という字だけが作れればいいなと。地元の酒蔵と研究室ができたことによって生きてくる実践的な教育現場。
私たちの教育が教育だけで閉じてしまうのは一番嫌なんです。この教育がどう社会につながり、社会にどういう技術をこう落としていくか。生徒たちの表情も変わってきました。やっぱりちょっとロマンがあるじゃないですか。なんか、どんなお仕事されてるんですかって言われた時、お酒を作ってみますっていうのちょっとかっこいいなって思いますね。全国でも稀な酒蔵が増え続ける北海道、そこには地域が抱える課題の解決と人材育成に向けた熱い思いが込められていました。